そう。うわ、めっちゃいる。すごいいる。垂直に、うん、スクレーパーを引いていきます。ワイヤーで、そう、切り離していきます。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今日は細密をしに行きたいと思います。週末予報で置かせてもらっている巣箱でもう蜂蜜がいっぱい溜まっていて細密できそうだなという巣箱があるそうなので細密をしたいと思います。はい、細密に持っていくものはこちら。これは食品用のタッパーです。細密をして取り出した重箱をこの中に入れて持って帰ってきます。で、あとはこれですね。こちらは重箱です。細密のついでに継ぎ箱もすると思うのでこちらも持っていきます。こちらは持ち上げ機です。何段にも重なった重箱を一度に持ち上げることができる優れものです。これも持っていきます。こちらは師匠のお道具箱です。この上に乗ってるのは予備のすのこだと思います。これが師匠の常備道具ですね。まずブロワー、日立製のブロワーです。これで風を送ってミツバチたちにどいてもらうときに使います。あとスクレーパーとワイヤー、これが確かステンレス製だった気がします。この細いワイヤーでこんな感じでスノコと重箱の間に引っ掛けてガッと引くと重箱だったりスノコが外れるようになっています。小型のドライバーですね。ちょっと小さめです。スノコを重箱に留めるためにビスを刺すんですが、それをこれで締めたり緩めたりしています。あとはハケですね。これは毎度おなじみのミツバチたちにちょっとどいてもらうときにこのハケでパパパパッとやります。はい、それでは細密に行っていきたいと思います。週末予報チャンネル。はい、それでは細密始めていきたいと思います。屋根を外します。ちょっと順番が前後しちゃいましたが、暑さ対策で取り付けている日よけの板を外します。暑い。いや、今日はめっちゃ暑いですね。今何度ぐらいなんだろう、これ30度ある？すごい。うわ、めっちゃいる。すごいいる。こんなにいるんだね。これはメントールを入れていたケースですが、もうなくなっています。上から見てみると巣棒に蓋がたくさんついていると思います。蜂蜜が溜まっていそうですね。スノコを取り外していきたいと思います。スノコの4箇所小さなビスで留めてあるので、このドライバーを使って外していきます。スノコと重箱がくっついているので、このスクレーパーを使って剥がしていきます。まず重箱とスノコが設置しているこの両サイドを剥がしていきます。よいしょ。
しいんですよ。これでサイドは取れました。次に通信部を外していきます。スクレーパーを垂直に入れたら今度真横に引きます。この時にやってしまいがちなんですけど、スクレーパーを入れた状態でこうグッとテコのように力を入れてしまうと巣がバキバキっと破壊されてしまうので持ち上げないようにしましょう。切る感じです。もう蜂蜜が垂れてきてますね。スノコのとこいっぱいいっぱいまで蜂蜜が溜まってそうですね。こうやってトントンすると蜂が逃げていってくれます。これでスクレーパーは終わりました。次にこのステンレス製の細いワイヤーを使って切り離していきます。スノコと重箱の間にワイヤーを入れてワイヤーを左右にスライドさせながら切っていきます。ではスノコを外してみたいと思います。おお、すごい蜂蜜。うわーすごい、スノコいっぱいいっぱいギリギリまで蜂蜜溜めてたんですね。この重箱を切り離していきますが、蜂がたくさんいるのでこのブロワーで蜂を下に飛ばしたいと思います。加えて蜂を下に追いやります。まず重箱と重箱の間にスクレーパーを入れます。この角っこから入れると入りやすいです。はい、入れたら垂直にスクレーパーを引いていきます。
これで全部スクレーパーが入りました。次にこのワイヤーで重箱と重箱の間に入れて巣を切り離していきます。ワイヤーを入れるときは先にスクレーパーを入れておいて、そこからワイヤーを入れると入れやすいです。ただスクレーパーにワイヤーが引っかかってしまうとこのワイヤーが切れてしまうので、そこは気をつけてください。ここでもし引っかかったらスクレーパーを刺して少し隙間を作るとワイヤーが通りやすくなります。あとちょっとですね。あ、綺麗にいきました。まず食品用タッパーの蓋を開けておきます。蓋の中には金属の台がついていて、食品用のタッパーに重箱が直で触れないようになっています。それではいきます。おーすごい。すごい蜂蜜ですね。溜まってる。いっぱい垂れてくる。綺麗な蜂蜜ですね。これを、タッパーの中に入れて完成です。はい、今回は2段取るのでもう1個取ります。スクレーパーが1本で厳しいときは2本使いましょう。おお、もうずれますね。はい、今度はスムーズにワイヤーが通りました。それではまた、タッパーを開けて準備しておきます。
それでは開けます。はい、オープン。おー、すごい。3段目までがっつり蜂蜜溜まってますね。よし、じゃあ蜂もそんなにいなさそうなので、もうタッパーに入れちゃいます。はい、すぐに閉めます。よいしょ。ではすのこと蓋を戻していきます。今回取り出したすのこは巣板がたくさんくっついているので新しいものに変えます。すのこを横からスライドさせるように乗せていきます。ゆっくりスライドすれば蜂もこうやって登ってくれるので潰すことはありません。はい、じゃあここで固定していきます。スノコの上に赤リンダリ対策のメントールを乗せます。蓋を乗せる前に蓋についた蜂とこの辺りにいる蜂をブロワーで飛ばしてどいてもらいます。これで採蜜は完了です。今回採れた蜜はこちらです。うわー、すごい綺麗。色が薄めで春の蜜ですね。この辺がちょっと濃いのは去年の秋の蜜なんでしょうか。この辺は薄いので今年の春の蜜だと思います。こちらは1段目の重箱です。オープン。上の方は色が薄いですね。はい、以上が採蜜の方法でした。もしよかったらチャンネル登録やいいねボタンしていただけるととても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さよなら。